皆さんお疲れ様です。ポンポンポン吉です。今日はですね、休日ということで天気もとてもいい。何をしますかというとですね、インスタグラムで以前フォロワーの皆さんに、なんかこういう動画やってほしいなとか、なんかどれ見たいですかっていうアンケートを取ったらですね、趣味ルーティンというところで投票いただきまして、今回はその趣味ルーティンの動画をします。で、僕趣味何かなって考えたんですよ。で、特にね、趣味っていう趣味がなかったんですけども、一時期60連勤をしていた時があって、60連勤終わった後にストレスで衝動買いっていうものをしまして、60連勤中って本当にお金使うこともなくてお金貯まってったんですよ。まあ単純なる給料だけなんですけども。でその時に実はですね、こちら、はい、これ何かと言いますと、一眼レフになります。一眼レフをですね買いました。趣味がなかったので趣味作んなきゃと思って、そのためにカメラを買ったんですね。今日はそのカメラのちょっとこう撮影を動画に収めていければと思います。で、まずこれ何のカメラかっていうと、僕は正直全然カメラ詳しくないです。これはニコン。カメラといえばニコンかキャノンなんですけども、ニコンにしました。でこれは一眼レフになります。で女の人は最近このぐらいのね、あ、これハート作ってるんじゃなくて、このぐらいのミラーレスカメラっていうのを持ってる方も多いんですけども、ミラーレスはめちゃくちゃ軽いんでね、持ち運びいいんですけど、これめちゃくちゃ重いんですよ。このカメラのレンズは標準レンズでついてたんですけども、で今 iPhone もすごいね、精度が高まってるんですけども、やはりこれなんですけど、これ何かというとマイクロレンズも購入します。これはですね、何かというとめちゃくちゃ近いところも鮮明に写真を撮ることができるんですよ。 iPhone はね、近すぎたらピンボケするので難しいんですけども、なんでアリさんとかめっちゃ綺麗に撮れるんですよ。これもう一個は、これ絶対に iPhone の新しいシリーズとかでも難しいんですけども、望遠レンズですね。でこれ結構望遠できます。いわゆる地べたから這いつくばって写真撮るじゃないですか。で浅草からスカイツリー行って、まあ、徒歩でね30分ぐらいあるんですけども、その距離の写真がね、スカイツリーでこう上登って展望できるところがあるんですけど、そこの人たちが分かるぐらいの距離になるんですよ。これめちゃくちゃすごいんですよ。今日はこの、まあ、3つを使って写真撮ってって、こんな写真撮れたよっていうのをちょっとこっちの動画にも収めますね。どこにも行きたくないから近場でちょっと写真撮ってきます。じゃあ行ってきます。暑すぎる、帰りたいな。モードをいろいろ変えれるんですよね、ここでね。ですごい人は自分でやるんですけど、僕はそんなに細かく知らないので、ここにあるマニュアルはこれだったら、まあ、ちっちゃいんですけど風景がね、勝手になんか絞って撮ってくれる。これ例えばなんか撮ってみます。暗すぎて、これね、めちゃくちゃでかいんですよ。そこにある入道雲を一眼で撮るとですね、望遠レンズのどのぐらいね近くで綺麗に撮れるかやってますね。you
多分セミいると思うんですよ。今ね鳴いてるから。セミだったらめちゃくちゃ近づかずともこれで取れる。探してきます。あそこにいる鳩を望遠レンズで撮ります。見ていてください。撮れるものがなんもねえな公園で。ちょっとエモい写真だけ撮っていこうかな。ということで、すいません。帰ります。写真も大したもん撮れなくてすいません。帰るね。